みなさんこんにちは、ゆりなです。みこです。たっくんです。2021年7月19日で僕たちミシェニコライフは YouTube を始めて1年になりました。イエーイ。家族で夢を持って始めた YouTube、 まず一つの目標は7月19日までに登録者数1000人を達成することでした。結果は残念ながら達成することはできなかったんですけども、なんと今約670人の方にチャンネル登録していただいております。670人以上の方がこの家族を見てくれているなと考えるとすごいなと実感してます。チャンネル登録してくださっている方、いつもミシニコライフを見てくださっている方、いいねやコメントをくださる方、いつもありがとうございます。ありがとうございます。最近インスタグラムなどの DM などで、はいはいはい、みんな喋りますね。今日は YouTube を見てますと言ってくださる方や、 YouTube を通じてミシェニコのブランドを知ってくださった方がこうアクセサリーを購入してくださったりすることが増えてきていて、たくさんの方に支えられてるなと実感しております。これからも引き続き登録者1000人を目指して家族で頑張っていきますので、まだミシェニコライフをチャンネル登録されていない方はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。よろしくお願いします。急に率先しだしたよ。ママお願いね。ここで皆様に一つ質問があります。ミシェニコライフの動画の中で好きな動画はありますかっていう質問なんですけど、ゆりなはある？ゆりなはパパ育児の動画がすごい好きで、自分が出てない動画ってあんまりないんですけど、うん、その中でパパとニコちゃんがどんな風に過ごしたかっていうのを YouTube で知ることができるので、そう客観的に見ていて楽しい動画かなと思います。ママ、うん、ついこの間ね、あれじゃニタどうした？どうした？パパがいいんか？チャチャよ、チャチャ。あ、チャチャ飲む？はい、飲ませんよ。てな感じで、にっちゃんね、最近いろんな感情を持って毎日過ごしております、はい。俺が好きな動画は、結構広島の宮島に行くのが好きで、うん、宮島に行った動画もね、3つぐらい載せてるんですけど、うん、一応こちらの動画、この動画のニコがめちゃめちゃ可愛くて、うん、あの宮島のね、砂浜で走り回るニコちゃんがめちゃめちゃ可愛いので、うん、ぜひ見てみてください。どう？この動画可愛いよね。可愛いよね。大丈夫かい？僕たちは今言った動画が結構気に入って見てるんですけども、皆さんも好きな動画があればぜひコメント欄によろしくお願いします。なんなんそれ。いいじゃん、そのままいくよ。これからのミシェニコライフについてお話しします。はい。面白い。1年間 YouTube をやってきてて、娘のニコちゃんをより近くで感じることができました。育児をするだけでなく、動画という形で記録に残すということで、 YouTube をやってなければ見えない表情や仕草をたくさん見れた気がします。 YouTube は本当に編集だったり撮影が大変だなと実感した1年で、たっくんもお仕事から帰ってきて編集をいつも頑張ってくれてるのを目の前で見てると、すごく大変なんだけど記録に残すことはとてもいいことだなって実感しました。これからはミシニコライフを通して今まで以上に我が家のライフスタイルを覗いて見えるようにしていきたいと思ってます。まあ、自由です。はいで、くるくる、おしゃれに時々ズボラに、そしてクスッと笑えるようなニコちゃんをこれからも発信していきたいと思ってますので、引き続きご視聴よろしくお願いします。そしてこんなニコちゃんのこういうところが見たいよとか、ミシェニコファミリーに行ってみてもらいたいなと思う場所などがあれば、ぜひコメント欄で教えてください。お願いします。バイバイする？じゃじゃ、バイバイする人、バイバイ。バイバイ。
ほら。よし、じゃあ YouTube2 年目も家族3人で頑張るぞ。あー、全然合わんじゃん。テイク2じゃん。あー、よし、はい、YouTube2 年目も家族3人で頑張るぞ。えいえい、おこの動画がいいねと思った方はチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。バイバーイ。バイバーイ。上手にいた。ちょっと近く行ってみる。えバイバーイ。